ラジコン。本記事では、ラジオコントロールや、無線操縦あるいはラジコンなどと呼ばれるものについて、解説する。略称は RC もしくは RC。ラジオコントロール、ラジオコントロール、すなわち無線操縦は、無線により遠隔操作するシステム、またはその遠隔方式のことを言う。模型の自動車、飛行機などの趣味用のほか、 工業、軍事など様々な分野で活用されている。英語のラジオコントロールや、その音社、ラジオコントロール、翻訳後の無線操縦が、一般名称、普通名詞である。一方、ラジコンという名称については、日本では2017年現在も、株式会社マスダヤコーポレーションが、玩具及び、スポーツ用品の多くが対象となる、おもちゃその他の区分で、 商標権を持っている。商標登録第48万2788号。商標権が及ぶ範囲は、業としての使用に限られるため、一般の愛好者が日常的に他社の製品を、ラジコンと呼ぶことは、法的に問題がない。しかし、おもちゃその他に該当する商品に、ラジコンという名称を付して販売することは、業としての使用であって、商標権侵害にあたるため、 他社の商品では RC と呼ぶことが一般的である。ただし、商標権は区分が同一または類似する商品についてのみを呼ぶため、おもちゃその他以外の商品にラジコンという名称を用いることは商標権侵害には当たらない。例えば、ラジコンマガジンは雑誌であり、おもちゃその他の区分には該当しないので、使用しても商標侵害になることはない。また、 広報株式会社では、玩具モデルについては、ラジオコントロールとしているが、おもちゃその他の区分と同一でも類似でもない産業用、無線操縦航空機については、ラジコン有名称を用いている。NHK には特定の民間企業の商品や、商標の宣伝をしてはならないとする、内部規定があることから、無線操縦、ラジオコントロールとしている。遠隔操作されるもの一般を、 リモートコントロール、リモコンと呼ぶ。昔は例えば模型飛行機の操縦に2本のワイヤーを用いた U コンなど有線のケーブルを用いる方式に対してケーブルなし、つまり無線で伝達する通信手段がほぼ電波のみであったため、無線操縦の玩具等にラジオコントロール、ラジコンという呼称が定着した。後に赤外線、レーザー、超音波など、 電波以外による無線方式も出現している。しかし、見通し範囲内でないと命令信号を伝達できないためにごく近い距離に用いられることが多く、遠隔操縦の方式としては今も電波によるラジオコントロールが主流である。講義のラジオコントロールは、という一連の活動をまとめた概念で、さらにハード面とソフト面に分けられる。本校ではシステムの核である。 1>, 1から3、さらに4を説明する。5.6の方が、外形、具体的な形としてわかりやすく見ている。人々の印象には強く残るが、無線操縦の革新部分はそちらではなく、むしろ1から4の方である。一般的には、数として多いのは、趣味の模型分野での利用で、航空機、自動車、戦車、船舶などの模型を、操縦者が登場しているかのように、 離れた位置からコントロールするために用いられている。また、趣味の模型操縦以外にも、農薬散布用ヘリコプターやクレーンなどの産業用機械でも、盛んに用いられており、他にも、軍事的目的や、地学調査などにも用いられている。動かされる、のの方の動力は、多種多様であるが、内燃機関、ガソリンエンジン、グローエンジン等、電動モーターなどが主に使われている。 グライダーやヨットなど実機でも自然の力を利用しているものはラジコンでも同様に利用している。当初は軍事目的でまず標的の操縦、ついで誘導弾の誘導方式として開発が進められてきた。基本的な送信機は1878年にデイビッド・エドワード・ヒューズによって火花送信機が開発され、受信機は1894年にオリバー・ロッチによって コヒーラ・ケンパ機が開発された。古くは1898年にマディソンスクエアガーデンでニコラ・テスラが小型の無人船を無線操縦で動かした記録がある。テスラはあたかも船が観客からの指示に従って動いているかのように演出しが実際にはテスラが船内に設置した受信機を介して操縦されていた。ジョン・ヘイズ・ハモンド・ジュニアは12歳の時に トーマスエジソンの見習いとして行った実験のために無線操縦の父と呼ばれている。ハモンドはテスラの親友で、二人は共に彼の城の研究室で実験した。彼はテスラとの交流を通して多くのことを学んだ。テスラは1898年7月1日にこの発明の特許を取得した。1903年にはスペインの技術者レオナルド・トーレス・ケベードが 無線操縦システムテラキノをパリ科学アカデミーで実演し、フランス、スペイン、イギリス、アメリカで特許を取得した。1904年には発明家のジャック・キッチンガの蒸気船ワット号に自分の作った実験的な無線操縦装置を積んで操縦した。1909年にはフランスの発明家ガベがトーペル・ラジオ・オッダマティックと名付けた無線操縦式魚雷を実演した。 1917年にはイギリス陸軍航空隊実験部門のアーチ・ボルドローが初めて航空機の無線操縦飛行を成功させた。1920年代には多様な無線操縦船舶が標的として海軍の射撃演習に使用された。1922年にアメリカ海軍の戦艦アイオアが世界初の無線操縦装置を備えた標的艦になった。 これにはハモンドが開発した無線操縦装置が設置され、1923年3月の射撃演習によって沈むまで使用された。ソ連の赤軍は1930年代にフィンランドとの冬戦争でテレタンクと呼ばれる無線制御の無人戦車を使用し、第二次世界大戦開始時には少なくとも二個大隊を編成していた。 テレタンクは別の式戦車から500、500メートルの距離で操縦でき、この2両が1個の遠隔機械的グループを構成した。赤軍にはさらに遠隔操作沿岸警備艇、カッターや実験的遠隔操作飛行機が存在た。同じ1930年代、イギリスでは無線操縦式のタイガーモスであるクイーン B を艦隊の射撃訓練のために開発した。クイーン B は、 あとに、さらに高性能の標的機として、専用に開発された類似名称のクイーンワスプに、交代した。ドイツ軍も、対戦中に、無線誘導弾フリッツ X や、ヘンシル HS293、フンクレンクパンツァー無線誘導戦車を実戦に、投入し、フリッツ X は、イタリアの戦艦、ローマを撃沈するなどの戦果を挙げた。日本でも、無線操縦式の魚雷、 無敵巨来の実験から、1937年に無線操縦の標的艦に改造された、セッツが実際に運用されたり、1930年には、日比谷公園で無線操縦戦車の超査号の公開実験が行われた記録があり、1944年には、イゴ一型オツ無線誘導弾、イゴ一型コウ無線誘導弾も開発された。同時期、 趣味の分野での無線操縦装置としては、1937年、朝日屋から出版されていた、科学雑誌、科学と、模型紙に工作少年を対象に火花送信機と、コヒーラ研波機を使用した、科学模型の制作記事掲載されている。無線操縦は、第二次世界大戦中に、さらに発達し、その主役はドイツで、多数のミサイル計画で使用された。 ドイツの最大の努力は攻撃が困難かつ危険であった艦船を攻撃するための無線操縦式ミサルと滑空爆弾に向けられた。しかし戦争末期にはドイツ空軍も連合軍爆撃機への攻撃に同様の問題を抱え多数の指令誘導式対空ミサイルを開発したが収益したものはなかった。ドイツ空軍の 対艦専用のシステムは主にテレフン剣製のファンクカーアイト203ケール二軸式送信機、ジョイスティック1本を備えるを指令航空機に搭載し、同じくテレフン剣のフグ230ストラスバーク受信機を非誘導兵器に搭載するもので、無動力の装甲対艦爆弾であるフリッツ X や動力式の HS293 誘導爆弾に使われたが、その効果はイギリスによる、 無線信号妨害、ジャミングで大きく低下し、後にはアメリカ軍による支援も加わった。ドイツが初期に成功を収めた後、イギリスは多数のコマンド部隊を送り込んでサイルの無線機を集めさせた。それから妨害装置をイギリスの艦艇に備えるようになると、ドイツの兵器は全く役立たずになった。これを悟ったドイツの開発チームは優先誘導に移行したが、 この種のシステムが実戦使用できるようになった頃には戦場はすでにフランス国内に移っていた。ドイツ海軍は1944年から爆薬を満載して敵艦船を攻撃する無線操縦のモーターボートカイエル・ボーテを運用した。イギリスとアメリカ両国もドイツ国内の目標周辺に配備された大規模な対空法人地を避けるために 類似の用途の無線操縦装置を開発した。しかしこれらのシステムの中に実践使用に耐えるものはなく、アメリカ軍での大規模な使用例であるでは、目標よりも使う側に多くの危険をもたらす始末だった。ただし、アメリカ軍のアゾミ誘導爆弾は欧州戦線とでそれなりの効果を上げた。この時代の無線操縦装置は、 全体的に電気機械的な構成で小型の金属製の指つまり異なる共振周波数特性のリードを備え、それぞれが特定の周波数を受信すると多数の軽電気の一つを動作せる仕組みだった。そして軽電気が多様なアクチュエーターを作動させ、それがミサイルの制御画面を動かした。制御装置の無線送信機は、 制御スティックの動きに応じて異なる周波数を送信し、これらは一般に ON オフ信号だった。ただし、アメリカ軍のアゾミ誘導弾の火事面の制御に使われた無線装置は完全に比例、プロポーショナル制御で、エルロンは爆弾内のジャイロスコープだけで漁され、ローリングを防いだ。これらのシステムは半導体の採用によって無線制御が 大幅に簡略化される1960年代まで幅広く用いられた。リード式系電気を使用した電気機械式システムはジの電子回路に置き換えられ、小型化の進行によって同じサイズの中でより多くの制御信号を扱えるようになった。初期の制御装置では、振幅変調を利用して2、または3チャンネルがせいぜいであったが、現代の装置では、 周波数変調の利用により20以上のチャンネルを使用できる。戦後、それらの技術が波及し、現在に至るのであるが、商品化の先弁となったのは1955年に、マスダヤ斎藤貿易、現在のマスダヤコーポレーションがホビー用として、ラジコンバスであった。当時、高価だったトランジスタや真空管を使用せず、火花送信機とコヒーラケンパを使用したが、 それでも当時の所得水準から判断するとかなりの高額であり、主に輸出され外貨獲得に貢献した。当時、日本国内での電波法の認可は順調に取れたが、米国では認可に時間がかかり、翌年の夏に発売された。ソニーの創業者たちも分解してその構造に驚いたという。また、マスダイヤは他に専用の笛から出る音で操縦する。 ソニコンも製造し、それぞれ当時、同社の主力製品だったブリキ製のバスや、自動車、ロボット、戦車等に搭載された。航空機、自動車、船舶などから、近年はロボットなど、乗り物以外のものも登場し、携帯は多岐にわたる。価格や構造により、主に以下の2種に分けられる。なお、軍事用はもちろんであるが、 産業用ラジコンは兵器への転用が可能であるため、購入、廃棄、転売、輸出入が厳しく規制されている。用いられる電波の周波数をバンドといい、電波法により、本用と用に割り当てられたものは27、27MHz 40、40MHz 72、72MHz 73、73MHz、2.4GHz の5つである。制御可能な稼働部の数を、チャンネルというので、 区別のために単一周波数でもバンドと称していると推測される。キャリアと呼ぶのが正しい。異なるバンドを用いることで多人数で同時に操縦することを可能にしている。バンドは日本ラジコン電波安全協会にて定められている。世界各国の愛好家によって日本のプロポが最も用いられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。